この先に清きなんちゃらかんちゃらの水があるはず。じゃあまあなんか盛り上がってんな盛り上がってるって言うけど店の人が盛り上がってるな。じゃあとりあえず町の西の方、西の方って言われてもね、めっちゃなんかまっすぐにしか道が伸びてないんだけど、あ、こっち？こっちに出ればよろしいの？海を眺めてるのか。まあいい眺め。あー、いいね、綺麗だね。昼間見たらもっと綺麗かな。ここは何？なんかイベントやるの？今年ももうお祭りの時期か。レアルさんが去年優勝したのがつい最近のことのようだよ。え？レアルさんかい？いかにも海の男風の格好をしたターバンを巻いたムキムキの方さ。なんだそれ。お、何やってんだあれ。うっとりー。5本5本。今日は喉の調子がいまいちだな。そういえばこんな話を聞いたよ。さえずりのミスという魔法のミスならば、どんな喉の具合もたちまちに治るんだとか。へぇー。素敵。まあ、カウデルさんの歌声ったら、なんて安らぐのかしら。まるで生に揺られてやる気分になるわ。けれど、海のとこコンテスト前回優勝者、レアルさんのたくましい筋肉が素敵だし、コンテストで誰を応援するか迷っちゃう。え？もしかしてあなた、海のとこコンテストを知らないの？知らんよ、来たばっかやもん。海の男コンテストとはね、世界各地からいい男が集まるお祭りなのよ。はぁ、今から楽しみで待ちきれないわ。それいつ開催されるの？んで、この人も出るってことかな？いい男とは思わないけれど。海の男っぽくもないしね。え、これか？この人ですか？レアルさん。ふふふ。また海の男コンテストでみんなに視線を浴びると思うと筋肉がうなるな。今年の優勝もいただくぜ。もしこの俺に対抗できるとしたら、ミスターハンティー男くらいだろうな。まあ、ライバルが増えれば燃えるってもんだ。やっぱこの人やね。あれかあれや。見て見てこれこれ。そのものやんね。ミスターハンっていう人も気になるけど。てかどこだよ。入り口の方じゃねえか。え、待って。あれは？上を通っていくのか？いや、ちょっと待ってよ。ここ。逆方向だな。逆方向だな。もうちょっと早い段階で見るべきだったな。全然入り口の方じゃねえか。私、奥の方にあるんかと思いよったわ。さあ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 。ドックへドックへ。あ、ここ？違うわ、下じゃないわ。ここか？ここですか、ドック。どこから入ればいいのかな？これ？ん？入れないんですけど。らっしゃいらっしゃい。かわいい猫の着ぐるみはいかが？うちの店なら安く手に入るよ。あれ？飲み屋かと思った違うの。お、坊主、猫の着ぐるみを買いたいのか。え？1万ゴールド？無理です。ふん、だったらよそへ行きな。後悔したって知らねえぜ。何？めちゃくちゃ防御力が高いとかそういう。そういうやつですか？え、でさ、ドックにはどうやって入ればいいの？上から？上からなの？ここじゃないの？開かない。開かないよー。とりあえずちょっと上の方に行って。ここから登っていく。は。上がれない。上がれない。しかもおばあちゃんに変な感じの目で見られた。やっぱこっちからってことかな。ここ？合ってたじゃねえか。もうアイナちゃん聞いて。この男の子が意地悪して私をドックに入れてくれないのよ。違います。もうすぐ街でコンテストが開かれるので、今ドックは閉鎖中なんです。ここまで来てなんだそりゃ。つまり、そのコンテストやらが終わるまで、ここは開けられないってことか？
あ、なんかすごい、あの建物、明かりがピンクや、かわいい。てか全体的にかな。はい、申し訳ありません。海のトップコンテストはこの町にとってとても大事な伝統行事でして。海の男コンテストですって？なーに、その乙女心をくすぐる響き。ね、詳しく教えてくれない？あれ、ここのことそんな詳しいわけではない。海の男コンテストとは、波のように荒々しく、空のように爽やかで、海のように深みを持つ。その三拍子が揃った男を決めるものです。空のように爽やかだったか、さっきの。暑苦しそうだったけど。荒々しそうではあったけど。なので、この時期になると、美しい肉体美を誇るたくましい男や、潮風の似合う美男子が、続々とこの街に集まってくるんですよ。やだ、なんだか面白そうじゃない。それならこの街で少し休んで、海の男コンテストを見てから出発しましょう。そうそう、ベロニカちゃんとセイニちゃん。この街のお店には、世界中から集まる素敵なお洋服やスイーツが売ってるの。まだ時間があるみたいだし、女だけでショッピングやスイーツ巡りをしてコンテストを待つことにしましょう。女だけの中にはシルビアも入ってんのかい？海の男コンテストには興味ないけど、ショッピングは面白そうね。私、新しい靴が欲しいところだったの。新しい靴。おい、ちょっと待てよ。俺たちは虹色の枝を探しに来たんだぜ。遊んだり時間なんてねえだろ。でも出発できないもん。てか思ったんやけどさ、もう、この街にはいないこと前提なの？出発する気満々だけど。神様。ごめんなさい。私、甘いものには目がないんです。ああ、ルンルンやな。ベロニカも。まったくあの女三人組はどうしようもねえな。女三人組って言ってる。もう認めてるのね、シルビア。なあ。俺たちは急いでるんだよ。このドックを開けてもらえると助かるんだが、コンテストの責任者は一体誰なんだ？それはもちろん、このダーハルーネの街をわずか一台でここまで発展させた、町長のラハディオさんですよ。どんな相手でも優しく接してくれる人格者ですし、会ってみるといいでしょう。街の北東にあるお屋敷にいるはずですから。北東。よし、あいな。ここの町長に会ってドックを開けてもらうよう、直接掛け合ってみようぜ。海の男コンテスト見ていこうよ。なんかちょっと変な人たちが集まってくるかもしれんやん。面白そうやん。買い物しよう。あら、あゆな。さっき靴屋さんを見に行ったんだけど、気に入った靴は全部大きくてサイズが合わなかったの。かといって子供用のはいまいちだったし、ほんと失礼しちゃうわ。まあ、ちっちゃくだったんだからしょうがないじゃないか。これは食べられるのでしょうか。あ、美味しそう。ケーキ。ケーキがいっぱいある。あ、あゆな様見てください。このような白くてふわふわしたお菓子は、私の故郷にはありませんでしたわ。ケーキを知らんってこと？まるで空に浮かぶ雲をまとっているようです。甘くて美味しいと人気が高いそうですが、このお菓子、本当に食べられるのでしょうか？何、どんな田舎から出てきたの、君たち。結構良さそうなもの着てんだけどね。いやー、いいね。素敵なお嬢さんサービスするよ。美味しそう。てか、シルビアどこ行ったの？女三人で買い物するんじゃなかったの？いませんけど。まあ、正確には女二人と男一人、男一人がいないですけど。どこ行ったよ。とりあえず、こっちの方向で合ってるんだろうか。お、なんか。ラハディオ様のご子息、ヤヒム坊ちゃんに栄養をつけられるお料理を考えてるのよ。どんな献立なら喜んでもらえるのかしら。お、お手伝いさん？え、ラハディオ様のお屋敷ですって？すぐそこの橋を渡って、一番近くにある家が、町長ラハディオ様のお屋敷よ。すぐそこの橋を渡って。これ？これですか？ここが町長の家で間違いなさそうだな。よし、行くぞ。おー。はい、いらっしゃいませ。どちら様でしょうか？お、いかにも町長らしい。あんたからラハディオさん、少し頼みたいことがあるんだ。ええ、私が町長のラハディオです。一体どういうご用？何？え、お尋ね者？お尋ね者の写真が出回ってる？
あんたと話すことは何もない。さっさと消えてくれ。人格者じゃない。え、おい、ちょっと。なんだよ。全然取り合ってくれねえな。あれのどこが優しい人なんだ？というか、あの蝶々、お前見て妙な顔してたよな。まさかおたずねものなのがバレたか？こんなところまで。あ、アイナ様、神様、こちらにいらしたんですね。実はちょっと困ったことがあって、お姉様が大変なんです。すみませんが、助けていただけますか？どうした、どうした。まったくあのチビちゃんは世話が焼けるな。しょうがねえ。船は出しそうにないし、行ってやろうぜ、アイナ。ほいほい、何かあったかい？ちょっと、返しなさいよ、私の杖。あんたみたいな子供が、このベロニカ様の杖を使おうなんて100年早いわよ。おお、そういえばあの子の存在忘れとったな。お前だってガキじゃねえか。ちょっと借りるだけって言ってるだろ？あはらはらしながら見てる子が、かわいい。なあ、こいつは何があったんだ？道を歩いていたら、いきなりあの男の子が、お姉様の杖をひったくって、やっとここまで起きてきたんです。それはもうセイニャが取り戻してあげればいいんじゃないの？さっと。あ！ほらよ、もう盗まれたりすんじゃねえぞ。優しい神。ねえ、あんた、私の杖を盗んでどうするつもりだったの？売っても大した値にはならないわよ。値？値かな？どうした、魔法が使いたかったか？なんだお前。なに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 、喋れないのこの子。ああ、もうしょうがねえな。ヤヒム、俺が説明するから無理すんな。ヤヒム、この子がチョウチョウのお坊ちゃんですか？俺はラットで、こいつはダチョウヤヒム。こいつはこの町のチョウチョウ、ラハディオさんの一人息子なんだ。こいつとはよく一緒に遊んだんだけど、数日前に声が出なくなっちまって、何があったのか聞いてもわからなくてさ。あ、マジで？数日前からか。それで、魔法使いの杖でも使えば、魔法の力でこいつの喉を治してやれるかもしれないと思ったんだよ。おー、友達思いのいい子じゃないか。そういう事情ならしょうがないか。それより、声が出なくなったっていうヤヒムって子の方が放っておけないわね。何があった、治せないの？どうやら、喉にとても強力な呪いがかかっているようですわ。一体誰がこんなひどいことを。呪い？さえずりの蜜という魔法の蜜があれば、呪いは解けると思いますが、それを作るには、清き泉に湧く神聖な水が必要ですわ。清き泉の水、そいつが手に入れば、ヤヒメを助けられるのか？それなら俺、聞いたことあるよ。この町から西の方に、川を遡っていくと、冷水に洞窟ってところがあってさ、奥にすっごく綺麗な泉があるらしいぜ。あ、さっき行こうとしたとこかな、私が。なあ、お兄ちゃん、お姉ちゃん。俺とヤヒメは小さい時からずっと、兄弟みたいに仲良くしてきたんだ。泥棒しておいてなんだけどさ、喋れないこいつからの頼みだと思って、ヤヒメの声を取り戻してやってくれないか？オッケー。ありがとう、お兄ちゃん、お姉ちゃん。西の洞窟にある清き泉の水で、さえずりの蜜を作って持ってきてくれよな。生意気な割にお兄ちゃん、お姉ちゃんって言うよね。かわいいやん。かわいいやん。かわいいとこあるやん。とりあえずじゃあ、さっき私が入っていこうとしたところに、再び行けばよろしいわけね。さあさあ、向かおうじゃないの。ここ飛び降りていけるんかな？いけんかった。そんな近道の仕方はさせてくれないか。ゼルダじゃないもんね。ゼルダじゃないもんね。さあ、これで、あっという間、思ったより広くないね。てか、シルビアどこ行ったんだよ。何これ、怒られてんの？いやー、ひどい目に遭いました。純度の高い清らかな水を求めて、西の洞窟に行ってみたのですが、魔物だらけで私のような非力なボンクラでは、水を探すどころか、こうして命からがら家帰ってくるのがやっとでしたよ。死にかけてんな。死にかけてんな、大丈夫か、あの人。
どの辺やっけ。ちょちょちょお、ここか、ここだな。ここだ、ここだ。この先に、清きなんちゃらかんちゃらの水があるはず。さあ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 、どこだい、どこだい。洞窟？洞窟に入るの？あ、こっちやね。ん？あ、ここの橋か。どこをどう行けばいいのかと思ったよ。いろいろと道がくねくねしててちょっと行きづらいけれど。行きづらいけれども。頑張っていこう。何あれ？あ、びっくりした。灯台の光か。何の明かりかと思ったよ。こっち？はい、満月草ゲット。あれ、どこだ、どこだ、どこだ。あれ、なんか行く場所がわかんなくなったぞ。あ、こっちか。なんかもう、なんていうん、こういう橋とかもさ、自然のやつすぎて。自然のやつすぎて何がどうなんだか。どこが通れる場所なんだかわかんない。あ、待とう。はい、びし。かっこよくね。今そこにもなんか妖精っぽいものおったやろ。ほら、出てきた。あれは一体何なんだ。あいつは捕まえれないのか。ねえ、オープニングも出てきとって、なんかすげえ気になるんやけど。すげえ気になるんやけど、お。看板。冷静の洞窟入り口、滑りやすいので足元に注意。私やったらつるって転んでいくパターンやね。待って待って。はい。この登れる場所と登れない場所の差がよくわからねえ。これが登れるんなら、他も登れるでしょって思うんやけど。うわ、足元滑るどころか、もうなんかめっちゃ流れ寄るやん。おお、なんか綺麗なとこ、急になんか水が綺麗に見えだした。ここの一番奥に行けばいいんかな？多分。なんかスライムつむりたちがいっぱいおるんやけど。スライムつむりたちが。お、この先は行け。行けるー、行けない。もうここの水綺麗じゃない？これでいいんじゃね？何違うの？あそこの水超綺麗だったけど？ここはもう途切れてるのか。地図の見方がいまいち。こっちの方向ですか。お、宝箱。宝箱、宝箱。さあ、中身は？お、アイナ、ブルーアイを見つけた。何？ブルーアイって。ここは上がれないな、さすがに。さすがに。こっちは上がれる。こっちは上がれるっていうか、ここから降りたもんね。ここから降りたもんね。どこへ行けばいいんだ、これは。うお、ぶつかった。スライムつむりたちが現れた。かわいい。超かわいい。あ、そっか、ゾーンに入ったまんまやったっけ。イエーイ。スライム用の技やもんね。さあ、てか、私はどこから来たんだっけ？こっち、なに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 、めっちゃびっくりするやん、やめてや。なに、飛び出してきてんだ。びっくりさせてんじゃねえよ。お、ゾーンに入った。そして、いいよ。強いよ、強いよ。ポイズン盗賊たちをやっつけた。お、宝箱。浄毒結晶を手に入れた。そして、ここは越えられない。磨き綱を手に入れた。ってことは、こっちは来てない場所ってことやんね。あんな奴はさっきいなかったから。どこだ、どこだ、こっちか？
そしてこっちで、なんかおじいちゃんたちがいっぱい踊りよんやけど。おじいちゃんたちめっちゃ踊りよんやけど。何やってんの何やってんの不気味だよ。あ、ここキャンプ場やん。まさかの、まさかのこんなとこにキャンプ場あるんや。洞窟の中にあるんやね。今回は、この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。